お友達のねと思って聞いてほしいです。聞いてください、 DIA。くじけそうな時も一番に励ましてくれた。恋に悩み寂しくなったら LINE で安定の長電話、バイバイする時にはもう二人笑ってる。君といれば何でもできる気がするんだ。ああ家族以上だよ。これから先何があろうと二人で乗り越えてこうよ。最近お互いの口癖が一緒になって笑い合ったね。何気ない毎日が私の幸せになるの。一緒に